はい、こんにちは。ジェラケン代表モナムです。いやー、ようやくなんか暑くなってきて、本当に汗が止まらない日々を送っておりますが、暑いといえば、夏といえば、減量ということで、はい、今年も毎年恒例減量をスタートしていきたいと思います。はい、今年も頑張ります。今年も頑張ります。ですね、一昨年ぐらいから、毎年この時期になると、減量、まあ、ダイエットか、ダイエットをしております。はい、勝手に一人で勝手に一人でダイエットしてるんですけど、今年もやります。一昨年は、3月から8月、ちょうどコロナの時期の3月から8月の、まあ、約6ヶ月、まあ、5ヶ月、6ヶ月ぐらいで、8キロぐらい減量しました。その時の画像はこちら。はい、すごくシュッとしております。今と違って。まあ、一昨年はそれぐらい減量しまして、で、昨年もチャレンジしたんですよ、実は。気づいてないでしょ。したんですけど、失敗しまして、確か5キロぐらいかな。5キロぐらいでもう断念してやめたんですけど、で、今年もまた、減量していこうかなというふうに考えております。一応まあ目標は6キロはまあ確実に絞っていこうかなというふうに考えていて、まあ6キロ絞ってその後どうしようかなっていう感じ。今体重が76ないぐらいなんですよ。なのでまあ6キロ、まあ70キロぐらいで見た目がどんな感じになるかなっていう、今年もやっていきたいと思います。っていう感じで今日はその減量に向けて食材をまた購入してきました。その食材をちょっと、まあ、紹介しつつ、食材の仕込みをしていこうかなというふうに思っていて、動画を撮っております。という感じで早速、やっていきたいと思います。という感じで、今日朝買ってきた食材たちになります。まあこれを、まあ毎日料理して、まあ、その日の食事を作るので、まあその時に食材を使いやすく、まあ料理しやすくするように小分けにしていきたいと思います。じゃあまずは、おととし、成功しました。多分こいつのおかげで成功した玄米。今年もこいつを使ってやっていきたいと思います。2袋。続いてはネギ。まあこれは冷凍とかじゃなくても普通にその都度切ってやっていくので特にこいつは使いません。続いてはこちらピーマン。ピーマンもすごくいいです。ビタミン C とかも入ってるし、まあ食物繊維もあって、まあ。緑黄色野菜はすごく、栄養素がたくさん含まれているので、これすごくおすすめです。お次が、パプリカ。まあ、パプリカも、すごくいい食材だと思います。食物繊維も含まれているし、まあ、ピーマンとそんなに変わらないので、おすすめです。続いては、じゃん、これ。青カッパ。映ってるわ。青カッパ。これは、別に特にないんですけど、まあ、毎食弁当の時に漬物をこれ入れてるんですね。毎食、ご飯と一緒に。で、なんか、そんなに別にカロリーも高いわけじゃないし、まあ、食感も、あるので、同じものをこう食べ続けるような、特に減量の時とかのアクセントとしてすごくいいかなと思ってます。あとは、プロ、ボディービルダー、山岸さんも漬物減量時食ってたんで、こいつなら食っていいだろうと思って、買ってきました。さてさて、続きまして。じゃん!エリンギです。減量中は、エリンギとか、キノコ類、すごく食べます。食物繊維もあるし、ビタミン D とか、まあ、骨とかを、
作るのにも必要だし、まあ、筋肉の合成とか、そういったものにも必要になる、ビタミン D であったりとか、まあ、そういうものをたくさん含まれているので、おすすめです。そして何より、低カロリー。低カロリーなんで、すごいおすすめ。あとは、安かったんで、舞茸も買ってきました。舞茸、いくらだっけな ?90 円ぐらいで売ってたので、これ、買ってきちゃいました。これも、あれです。エリンギと一緒で食物繊維とかすごく含まれているのでおすすめです。こちらじゃん、チンゲン菜。チンゲン菜を今年は使っていこうかなと思ってます。おととしは確か小松菜かな、小松菜をすごい使ってたんですけど、つい最近ですね、小松菜を食べるとすごいなんか飽き気というか、なんか、気持ち悪くなってきちゃったりとかして、なんか、体が受け付けてないなと思って、食べ過ぎたのかわかんないんですけど。なんで、今年は、小松菜よりも癖がないと思ってるチンゲン菜を使って、減量していきたいと思います。そして、次は、こちらですね。じゃん。乾燥わかめ。わかめも、すごく、食物繊維も入っていますし、あとは、マグネシウムとか、マグネシウムすごく大切です。マグネシウムも入っているし、とてもおすすめの食材の一つになってます。あとは、なんだろう、海藻類なんで、葉酸とか、そういうものも含まれていて、まあ、葉酸とかは特に女性の方、すごくおすすめです。なので、よかったら、わかめ。わかめもいいし、昆布でもいいし、こういうものを取ってみてください。こいつも、すごく大切です。さあ、そしてメインディッシュ。じゃん、恒例の胸肉、鶏胸肉を使って今年も減量していきますっていう感じで、今日買ってきたのはこんな感じの食材になります。すごく、てんこ盛りなんですけど、はい、まとめ買いしてきました。では今からこいつらを一食ごと、まず一回の食事で使う分とか、まあ野菜とかは細かく切って冷凍して、まあいつでも出せるように、使えるように、仕込みをしていきたいと思います。ではレッツゴー。さあ行くぞ。失敗した。いや、これ見てください。研がずに炊けますって書いたのに研いじゃった。失敗した。今2時なので3時から炊けるような感じでセットしていきます。じゃあ次は野菜を切っていきたいと思います。切ったやつはこうやってジップロックに入れて冷凍して保存しておきます。
はい、っていう感じで、4束全部切り終わりました。こんな感じで冷凍して置いときます。嘘や、まだあった切り終わったと思ってた。ということで、8束全部切り終わりました。これを冷凍して保存しておきます。はい、という感じで、キノコ、エリンギとマイタケもこんな感じで処理が終わりました。これも冷凍して保存しておきます。はい、ということでピーマンも無事終了しました。じゃあ続いて、鶏胸肉4キロを仕込んでいきたいと思います。僕の場合は、鶏胸を片方はひき肉の状態にして、片方は、細長く、して保存してます。っていうのも僕食感の時にすごく飽きやすいタイプで、全部ひき肉とかの、状態にしちゃうと結構飽きちゃうんですよね。で、まあ、料理の味もいろいろ変えたりするので、まあ、それに合わせて細かくしておくよと、あとは細長くしておくよっていう風な形で、2つに分けてやっていきたいと思います。ではいきます。はい、ということで、カッティングは終了しました。やった、こっちが細長く切った方、こっちが今から、細かくミキサーでやっていく方になります。こいつはもうあとラップするだけなんで、ちょっと置いといて、先にこいつを、ミンチ状にしていきたいと思います。
今、米が、米というか玄米炊き上がったんですけど、いや、ほんと1時間浸水してから炊くっていう予約をしたはずだったんですよ。でも、途中からなんかすげえ落としてんなと思って、で、そしたらなんと、炊飯を始めようとした時間に炊き上がりました。やばいことになりました。こんな感じです。わかります？半おかゆ状態。これ、やばいよね。いやー、失敗しました。予約とかやったことなかったんで。まあ、あいつを食べます。はい、という感じで、鶏胸肉4キロ仕込み終わりました。こっち側が、ひき肉バージョン、こっち側が細切りのバージョンです。これを冷凍して、食べるときは前日の夜とかに必要な分解凍して、まっすぐな次の日調理をして食べるという感じになってます。じゃあこれもしまってきます。玄米も無事包み終わりました。4合炊いて 200g ずつ包んだんですけど、8食分とプラス余りちょっとって感じですね。でもこれだと2日で全部なくなる計算になるんで、ちょっと少なかったかな。まあ、また時間があるときにこんな感じで包んでやっていきたいと思います。まあ、減量の時とかは特にこんな感じで、まあ、1食分でこう、グラムで測って分けて冷凍しといて、使う分だけ出して食べるというような感じで結構やってることが多いです。まあ、その日に仕込んだりとかしてもいいんですけど、まあ、野菜とか結構傷んだりするのが早かったりとか、まあ、肉とかもそうですけど、で、あと、基本朝仕事前に作ることが多いので、まあ、時間があまりない時にそうやっていちいち測ってとかってやるとすごく時間がかかってしまうので、まあ、こういう時間のある時に、ある程度食材は全ても調理する前段階は終了しているような感じにして、まあ、冷凍しておいて使う分だけ出してすぐ料理ができるようにするっていう風にやると、効率がいいかなという風に僕も感じてやっています。なのでもし参考になったら、ぜひ真似してやってみてください。一応、期間としては6月から8月いっぱいまでを目処に、体を絞っていこうかなというふうに思っています。なので、一緒に夏に向けて、夏ボディを目指して頑張っていきましょう。それでは今日の動画は以上になります。